皆さんこんにちは、こじこじです。今回はハードオフでジャンクで購入しました、こちら PCFX 動作確認していきます。今回購入した PCFX がこちらです。正面にね、PCFX と書かれています。価格なんですけども、前回もね紹介したんですけども、再度紹介しておきます。3240円ということでね、購入しました。ただ値札には開閉センサーが反応せず、ゲーム読み込みませんでしたという記述がありました。ポイントとしましては、コントローラーが付属している点だと思います。今まで何回かなんですけども、 PCFX 見たことがあるんですけども、どれもねコントローラーが付属していない状態で、コントローラーがないとさすがにゲームができないのでね、見送ってきたんですけども、今回はね3240円でコントローラー付きということで購入してきました。とりあえずね全体的に見ていきたいと思います。まず正面ですね、正面このような感じになっていまして、 PCFX と書かれていまして、これ PCFX のロゴなんですかね。こちらが電源ボタンになっています。でこの下の部分、はい、こんな感じで開いて何かね増設することが可能となっています。何がつくのかな、もはや今となっては分かりません。でこの下、はい、こちらはね多分ね1コンだと思います。で下2コンだと思います。で横はね特に何もないんですけども、裏側ですね、裏側なんかここにね細かい詳細書かれています。ちょっと僕の位置からだと見えないな。この下なんですけども、ここもねなんか開くようになっていまして、こちらにもね何か増設することができるみたいです。すごいですね、なんか拡張機能いっぱいあります。で下にねコンポジの映像出力、音声出力、 S 端子の映像出力がついています。で電源がねそのまま生えてる感じです。サターンとかプレステみたいにこう抜き差しできる形状にはなっていません。それでは PCFX 動作確認していきたいと思います。 PCFX のソフトが CD-ROM ということで、今回ちょっとね適当な音楽 CD を用意しました。こちらを入れてね CD 読み込めば多分ねゲームのソフトも読み込むんじゃないかと思います。それではパカッということでね、はい、CD の方入れて電源入れたいと思います。電源オン、あ、画面来ました、パワーも光ってます。あ、なんか BG って、はい、ランプ赤く点灯、点滅してる。あれ読み込んでんじゃないかな、読み込んでる、音楽 CD が入ってますって書いてある、書いてある、あ、やべえ、コントローラーつけてない、コントローラーつけてないわ。でもなんか言ってる言ってる、画面言ってるよこれ。やばい、今気づいたんですけども、コントローラーの端子の部分なんかスマイルマークになってます。とりあえず音楽 CD が入ってるところまでは認識するんですけども、曲が再生できない、そこでなんかフリーズしちゃうので、ピックアップレンズ綿棒を使って綺麗にしていきたいと思います。もしかしたら汚れてるのかな。でも音楽 CD って認識するってことは、まあ、壊れてはいないと思うんだよな、汚れてもないと思うし、ちょこっとだけ、わかるかな、ちょこっとだけ汚れていました。はい、こっちで軽く空拭きもしておきます。 OK かな。再度電源投入、 NEC の壁をぶち破って PCFX が出てきました。次世代ゲーム機というね表現なんだと思います。でこっから音楽 CD に入るんですけども、どうしても CD がね認識されません。でここでねフリーズしてしまうので、ディスクを抜いて、はい、一旦メニューに戻ります。メニューはこんな感じでね、はい、選べる形になっています。とりあえずディスクをセットしないとね何もいじれないみたいです。ちょっとよくわからないんですけども、 PCFX ファイルメンテナンスというね画面に来ました。本体メモリを初期化してくださいということで、
本体内メモリが未初期化ですと書かれています。どうすればいいのかね、ちょっと小一時間迷ったんですけども、特にボタンが押せるような状態じゃないので、まあ、多分初期化するしかないと思いました。なので初期化します。初期化が正常に終わると、はい、なんかね、ちゃんとメニューが表示されている形になります。今度は別の CD を入れて再度テストしてみたいと思います。まあ、メニューはフォト CD とか PCFX の CD ロムロードとかあるんですけども、はい、CDCDG プレイヤーを起動します。 CDG って何なんだろう。ディスクを他のものに変えたところをしっかりとトラック数認識して CD の収録時間も表示されました。 CD に相性があるのかなという感じです。もしかしたらピックアップレンズが弱っていて読める CD 読めない CD があるのかもしれません。とりあえず CD 再生してみたいと思います。まあ一番ねケツの曲が聴けるとだいたい最後まで読み込めるということなので、一番最後の方の曲をチョイスします。音飛びとせずちゃんと再生できている感じを受けます。音楽 CD なんとか動くみたいです。ということで今回はハードオフでジャンクで購入しました PCFX 動作確認してきました。ハードオフの値札の方に開閉検知スイッチが壊れていて CD 読み込みませんという記述があったんですけども、僕の方で音楽 CD でねチェックしてみたところ、無事に読み込みました。多分ハードオフの店員さんが動作チェック時にねなんか紙とかね挟んじゃったりして開閉検知スイッチがねうまく動かなかったんだと思います。本当にラッキーだと思います。3240円でコントローラー付きさらに動く PCFX かなりね貴重なんじゃないかと思います。ただゲームソフトのね入手難易度が高く、オークションを駆使して購入するかスーパーポテトでねちょっとお金出して買うか、ハードオフで売られるのを待つか、まあ、とりあえずねすぐにはねゲームの動作確認はできません。ただこの PCFX 全体的にホコリがたかっていてすごく汚いです。今すぐね手洗いたい感じなんですけども、次回以降ね全体的なクリーニング分解してねエアラスターでホコリをね拭いたりしていきたいと思います。ということで今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が面白いと思った方、こちらとこちらに関連動画があります。また僕に興味を持ってくださった方、上にチャンネル登録ボタンがあります。またツイッターとかもやっています。チャンネル登録、フォロー、リツイートしていただけるとモチベーションが上がります。